はい、灯油のコンロで、灯油のコンロですね。火が弱いです。でも、グツグツ煮るには最高ですね。灯油のコンロでタケノコを煮てます。さっき掘りたてですね。わー、こんな感じです。米ぬか、天然塩、それに、ああ、これ触ったらダメよ。捕まえとって危ないから。青ちゃんが来たから。これ危ないから捕まえとって絶対ダメだよ。もう熱湯だけ。大やけどしたらもう、最悪。捕まえとって。うち孫ちゃんの青ちゃんが、この、防護フェンスを揺さぶってます。危ないですね。もう、やけどさせたら大変です。どこまで話したかわからなくなったじゃない。タケノコ鷹の爪と、入れて煮てますね。今1時間煮ました。あと1時間煮ますね。入れ歯でも食べられるように、柔らかくします。僕は歯がなくなっていきますが、この子には歯が生えてきてます。畜生って感じですね。ということで今日はわ多量の旬のタケノコを煮て、これ煮て下ごしらえですね。この後また味付けないかんですね。はい。恵みに感謝します。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。ん？なんかした今。もう深ぼろかした。